こんにちは、アトリエピスの井出冬樹です。今回は冷蔵発酵法で作るしっとりふわふわのメロンパンをご紹介していきます。メロンパンの成形は実はとても難しくて、慣れている方でもプレゼントしようと思ったのに不格好になってしまったななんていうことがとても多いパンです。で、今回はですね、プレゼントにも使っていただきたい、気軽に作っていただきたいという思いもありまして、メロンのクッキー生地、とても作りやすく扱いやすい配合にしています。さらにパウンド型を使って焼くことで、誰でも形よく失敗なく作れるように工夫しました。型に入れて大きく焼くことで、通常のメロンパンよりもよりしっとりとした食感が味わえます。では始めていきましょう。一晩冷蔵発酵させて復温し室温に戻した生地ですね。で、今日の生地はですね、とてもよく膨らむ生地ですので、ぷっくらと綺麗に膨らんでいますね。だいたい 2.3 倍から 2.5 倍、これは 2.5 倍くらいまでいってるかと思います。でですね、こういうぷっくらした空気が入ったものとか出ることあるんですけれども、これは気にしなくて大丈夫です。次に表面のツヤ見ていきましょう。このようにですね、光沢があってピカピカと光っていますね。グルテンの膜、きれいにキメが整っている状態がわかります。このようにツヤがある状態というのも、一次発酵がきれいにですね、スムーズに進んでいるということがわかりますので、このツヤ感もよく見てください。最後にフィンガーテストしていきましょう。表面にですね、粉振っていただいて、人差し指の第二関節ぐらいまでプスーッと入れます。とっても柔らかくてね、伸びのいい生地ですので、こういう風にね、入れてもね、少し張りがあって沈まないような弾力もありつつ、すごく柔らかくてね。で、こんな感じでですね、一次発酵適切に進んでいて、室温に戻っている状態ですので、次の作業に進んでいきたいと思います。では、台の上出していきましょう。で、この時ですね、このタッパーの表面にある部分が表面と言います。で、このタッパーの裏になっている部分、裏面と言います。で、これ最後までですね、この表面の生地が全体を覆うような感じで作業していきますので、忘れないようにですね、わからなくならないように作業していってください。で、ひっくり返して裏面を上にする状態にして出していきましょう。では6等分に分割していきます。1個だいたい60から 65g ぐらいに分割をしていきます。で、今裏面上になっていますので、このままの状態で測っていきましょう。
じゃあ分割できましたので丸め行っていきます。で今裏面上に向いている状態で、こういうチビのね端切れは裏面につけてあります。では一つずつ行っていきましょう。では表面にですね打ち粉をつけます。ペタペタしてるようだったらつけてください。冬の場合はつけなくても大丈夫です。で裏面上にしていただいて、まず裏面を隠すように半分に折ります。でここ閉じ目になりますね、自分の奥側で。この閉じ目の部分を上向きに自分に対して縦に置いていただいて、さらに半分に折ります。でそうするとですね、表面が全体で覆うような形になります。でこれを表面上にして引くような感じで丸めていきます。で閉じ目のところは閉じる必要はありませんので、このまま生地がプリッと張ってくれば OK です。でこのように丸めをしていきます。でこれを全ての生地まで行いましょう。ではベンチタイムの間にクッキー生地の処理をしていきましょう。昨日作ってですね、このような感じでラップに包んで冷蔵庫で一晩冷やしたものです。今カチカチな状態になっています。これをですね、まずチョコチップとプレーン2種類作ろうと思いますので、2等分に分けていきます。全体の重さを測って2等分にしていきましょう。1個だいたい 110g ぐらいになりますかね。では一つずつ作業していきます。メロンパンのクッキー生地はよく練るのがポイントです。普通お菓子でクッキー作るときは一般的にね、あんまりこう練らないように練らないようにっていう感じで作ることが多いんですけれども、メロンパンの場合はパンが膨らむのと同時にメロンのクッキー生地も一緒に膨らむというかね、伸びないとダメなんですね。なので伸びないクッキー生地っていうのはブチ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 割れてしまいます。ひび割れのような状態になるメロンパンのことですね。でそうならないようにですね、メロンパンのクッキー生地は小麦粉のグルテンを出すような感じで作っていくので、よく練るのがポイントになります。よいしょ。ですのでここでねちょっと練ってほぐしておきましょう。このプレーンをさらに3等分にしていきます。で1つがですね、35g ぐらいになります。なのでこうやって引っ張るとビヨーンってこう伸びるぐらいのね感じの粘り気を出しておくのがポイントですね。でこんな感じでですね、測れたらコロコロ丸めます。でクッキー生地で作っておきましょう。で次にチョコチップですね。で具材はここで入れていきます。練るときにチョコチップをね分量分入れていただいて、一緒に練り合わせていきます。硬さをほぐすようにですね、チョコチップと一緒に練っていきましょう。でチョコチップ入りは1個 45g ぐらいの分割にしていきます。でまたコロコロ丸めておきましょう。
でクッキー生地はですね、一旦このようにトレーとかお皿の上に乗っけて、ここで下ラップ引いてあります。その方がくっつかないの でこのように置いていただいてですね、冷蔵庫で一旦お休みさせながら冷やして成形しやすくしておきます。ではベンチタイム終わりましたので成形をしていきたいと思います。では生地玉一つ取っていただいて、もしベタつくようだったら全体に打ち粉をまぶしてください。ベタつかない程度ついていれば大丈夫です。で今閉じ目の部分ですね、上にしていただいておきます。で軽くガス抜きをして半分に折ります。で閉じ目くっつけてしまいましょう。でこの閉じ目の部分を自分に対して縦に置きます。でこれをさらに半分に折ります。でそうするとこの綺麗な表面が自分に向いている状態になります。でここの一番綺麗な部分を上にしていただいて引くようにして丸めていきます。でプリッと貼る状態にしてください。でこのようにねプリプリしてきましたら閉じ目をしっかり閉じましょう。でこれで1つ分完成です。でまずこれを3つ行ってください。生地玉3つ分成形して、でこのクッキー生地ですね、冷蔵庫で冷やしていたものを今持ってきました。でこのクッキー生地を上にかぶせていきます。でクッキー生地全体に打ち粉つけてしまって大丈夫なので、ベタベタしない状態にしてください。でこの状態でですね、こうやって手で潰すので大丈夫です。でどっかね薄い部分ができちゃうとそこがね破けやすくなっちゃうので、だいたいこうパン生地に乗っけた時に、まあ下につかないぐらいで大丈夫です。こう横からねパン生地が見えるぐらい大丈夫で、帽子かぶってるような状態に作ってください。ではこのクッキー生地にですね、グラニュー糖をまぶしていきます。で反対側にしていただいて全体にグラニュー糖をつけてください。でグラニュー糖は通常ねスーパーとかで売ってるもので大丈夫なので、特に洗い物とかはね使っていません。で全体にまぶしていきます。ですね、模様をつけていきましょう。ちょっと細かめの模様をつけると可愛いので、このカードの丸い部分使っていただいて、まず縦向きに6個ぐらいかな、線入れてください。そしたらこう直角に入れるんじゃなくて、ひし形のちょっと斜めな感じでね入れていきましょう。やっぱ6個ぐらい入れるのがいいですかね。結構細かい編み目にすると可愛いです。でこんな感じの可愛いメロンパンの形を作ってください。敷紙を敷いてあります。クッキー生地くっつきやすいので敷紙の方が取りやすいと思います。でこの生地を端から入れていきます。こんな感じで3つ分入れられました。でチョコチップもね
ですね、このように3つ分ですね、クッキー生地かぶせました。でチョコチップの場合はですね、ちょっと模様つきづらいっていうのもありますので、このまま何も模様つけずに仕上げていきます。またチョコチップが入ってるとね、甘みも増してきますので、グラニュー糖もまぶさずこのままの状態で型に入れていきます。はい、じゃあこのような感じでですね、2つ分成形できて型に入りましたら、最終発酵を取っていきたいと思います。で最終発酵の時の注意点なんですけれども、メロンパンの場合ですね、加湿を入れないで発酵していくのがポイントになります。発酵機に湿度を入れないでください。でその理由はですね、メロンパンってこういうクッキー生地に覆われていて、まあ、パン生地が乾かないっていうのもそうなんですけれども、この表面にまぶさっているグラニュー糖ですね、湿度があると砂糖が溶けてしまってギドギドな状態になってしまいます。さらにですね、まあ、クッキー生地はかなりバターが多い配合ですので、湿度を入れて発酵することでですね、ちょっと溶けやすい、バターが溶けやすいような状態になってしまいます。で生地がね、だれてしまうっていう原因にもなりますので、湿度は入れないで発酵を取っていきましょう。はい、最終発酵終わりました。このような感じでですね、だいたい片下1センチぐらいですねになれば OK です。メロンパンの場合ですね、この上にクッキー生地がありますので、この部分がずっと焼き固まらない状態が続きます。オーブンの中で皮が焼き固まってしまうと釜伸びしにくくなるんですけれども、ここにクッキー生地が乗っていることで、すごく大きくボリュームが出るパンになります。この型から生地が出るぐらいまで発酵させてしまうと、まあ、腰折れ、ケープインしやすくなりますし、溢れてしまって型からはみ出してしまうっていうようなことにもなりますので、この型下ぐらいのところで最終発酵をやめてください。では焼き上がったパンですね、見ていきたいと思います。全体にうっすらですね、きつね色がついているような状態です。横面と裏もですね、しっかりこのような焼き色がついている状態でオーブンから出しています。でしっかり冷めてからですね、カットしてみました。でこの中見てみるとですね、中の生地はですね、お菓子パン生地でふわふわと大きく膨らむような配合にしていますので、とってもきめ細やかでね、もう見るからにふんわりしている様子わかると思います。でクッキー生地はですね、こう上に乗せただけなんですけれども、この横のね、結構真ん中より下ぐらいまでしっかり落ちてきますので、まあ、食べるとこのクッキー生地がサクッとしているところと中のふんわりとしたところのコントラストがとっても美味しいと思います。メロンパンはもともとですね、このクッキー生地でパン生地を覆うことになりますので、中が蒸し焼き状態になります。なのでパン生地が大きく膨らんでとっても柔らかく仕上がるというふうになります。さらにですね、今回の場合は型に入れて大きく焼いていますので、より中の生地がしっとりとした柔らかい食感になると思います。まあ、このままね、この3つ山がありますので、これを切っていただいて食べるのもいいですし、こんな感じでスライスしていただいて、こうトーストして食べるとまた違った美味しさを味わえます。メロンパンの成形はとても難しくてハードルが高いので、まあ、こんな感じでですね、気軽にメロンパンの美味しさを味わえて、さらにパン生地もすごくふんわりしているというようなレシピですので、気軽に作っていただいていいと思います。まあ、こちらのチョコチップもですね、このようにね、まあ、見た目もちょっと可愛らしい感じに仕上がってね、子供たちにもとても人気のある味です。手土産にしてもとても喜ばれると思います。1回でね、2本分できてとても簡単にできる成形ですので、ぜひ作ってみてください。